はい、こんにちは、ちーと申します。今日もまたループ8続きを進めていきます。現在ね、3週目なんですけれども、はい、前回は残念ながらななちくんを救うことができなくて、本当に申し訳ないと思っています。ですが、もう失ったものは戻らないので、ななちくんのいないこの世界で引き続き、世界を救えるように、頑張っていきたいなと思ってます。で、ななちくんを一応ね、撃破した後、世界の終わりが少し伸びました。はい、伸びただけでなくなってはいないので、また次はこれを阻止していきたいなと思っています。世界の終わりまであと5日。毎回ね、ここの期限短いんですよね。で、多分また誰かがね、けがいに乗っ取られてるんじゃないかと思うので、それが誰かっていうのが知りたいなっていうのと、あとはできるだけ四物平坂に行って、少しでも早く勾玉を集めたいなと思ってます。前回ね、結構勾玉集めるのがギリギリになっちゃって、本当にもうちょっとダメかなって思っちゃったのでもうちょっと余裕を持った行動を取れたらいいなと思っております。ということで、早速やっていきましょう。で、今時点は、あれ珍しい、誰もいない。朝起きたところなんですが、誰もいないので、じゃあまずは神社かな。まずはここかな。お参りする。賽銭箱にコインを入れた。すると、今日は技術が少しだけ上がりやすくなっている気がする。悪くない。悪くないか。で、箱はもらっておきたい。で、せっかくだからこの奥も見てみようかな。強くなりたいので、カゴを集めていきましょう。今日はもう学校諦めるか。あとはこっち、ここ行けないんだ。なるほどね。じゃあちょっと待って、行けないことが分かったので、またちょっと仲間を集めに来ました。みんな集まってる。どうした？本当にみんな続々と集まってる。こちらを向き、先生どうした？どうやらこちらの存在に気づいていないようだ。最近の生徒たちは先生の言うことを全く聞かない。何を言ってもダメ。まるで私という存在、人間が存在しないかのよう。そんなことないと思うけど、本当にどうすればいいのでしょう。そんなことないと思うんだけどな。いつでも怪我と戦えるように、常に神経を研ぎ澄ましています。素晴らしいです。仲良くしておいて損はないからね、仲良くしましょう。前回ね、なんか友情が足りないとかもあったので、ちょっとパラメータは本当に上げておきたいよね。プラス、待って、海の神和田摘みと同じように山にも神がおられます。大山摘みの神と言います。かの方は今も子孫を守ろうとしています。時代のせいか、あまり賛同いただくことはないのですが。やっぱり子孫って言ってるから、やっぱニニ君がそうなのかなって考えるのが自然ですよね、今のところね。うまく話せ、なんだか恥ずかしい感じですね。で、仲良くしようがありよりのありなんだ。でも一緒に歩こうを選択したい。はい、よし、無事に誘うことができました。で、あとはベニちゃんをね、誘いたいんだよね。で、ベニちゃんで、そなたは、というかあんたはどうも素直すぎるのよね。それはいいことだけど悪いことでもあるわ。気をつけなさい。忠告はいいのよ、説教じゃないから。もう聞け。あらやだ、狐なのに牛みたいなこと言っちゃった。あんたね、調子狂うのよ。もっとこう疑いなさい、何でもかんでも。私に、裏表なんてあるわけないでしょ。聞け。でも全部の神々がそうかっていうとそうじゃない。足を救われないように。確かにね、ベニちゃんあんまり表裏なさそう。はい。愛情がプラスされました。二人の会話に割り込んだ。あ、そこで会話してたの？ごめん、割り込んじゃった。ちょっといい？三人でたわいもない話をした。先生の表情があんまりよろしくないね。わらわの相手をしてもいいのだぞ。誘いに来たんですよ、ベニちゃんをね。好きだなって最初ちょっと言っとこう。実際ベニちゃん可愛くて好き。いい感じ、いい感じ。なぜか恋人になってしまったけれど。恋人、
あ、ベニちゃんが割り込んできた。タラワが来たぞ。かわいい。二人でバカなことをした。ベニちゃんめっちゃ可愛いんだけど。現代社会って便利よね。牛舎で移動してた頃よりだいぶ忙しいけど。大昔だ、それ。おかげで神様は増えたし、受け持ちも増えたわよ。私の知り合いの神様だけど、前は織物の神だったのに、今は機械の神様までやってるんだから。そっか、時代が変わったから。新たに神様立てる時もあるけど、前からの神様に新しい仕事をさせる時もあるのよね、人間。人間というか、足原中津の民がいい加減というか、おおらかというだけなんだけどね。まあでもそれでうまく回ってるなら、まあそれはそれで。またお会いしましたね。なんか私あんまりね、神様とかそういうの全然信じてないタイプなんですけど、まあでもなんかこういうゲームやってるとね、やっぱり神様っていう存在とかね、ちょっと面白いなとは思いますよね。うん。宗教なんですが。それでは。あ、恥ずかしいので何も言ってはならぬ。ね、一緒に歩こうを提案します。よかろう。よし、これでいちかちゃんとべにちゃんを仲間にすることができました。これあれかな、日曜だからみんな学校には行かないのかな。だってもう8時43分なのにさ、みんなここに集まってるよね。とりあえずみんなの会話をして、ちょっと好感度上げとこう。元気にしてます。今日はお兄ちゃんにニュースがあります。え、なんだろう。ニュース？お兄ちゃん、噂の的だよ。宇宙から来たんでしょ？そうだよ。町の人はみんな知ってるよ。いい噂かどうかはまあ、あいいわけ、ね、いやでも宇宙から来たぐらいの噂だったらね、まあ別にね、間違ってはないから、良くもないけど悪くもないと思うんだけど。そこは田舎だからしょうがないよ、お兄ちゃん。田舎はしょうがないよ。大丈夫、私ってそういうの気にしないから、代わりにお菓子ちょうだいね。嫌だ、あげたくない。田舎は助け合いだよ、この国じゃ特にね。仕方ないな、今度差し入れ持ってくるか。お兄ちゃんは近所の子にお菓子をくれる。登下校で声掛けもする。そういう感じなら町に溶け込めると思うよ。私もお菓子をたかりにね。うまいこと使われる。え、なんかこうやって人が集まってるといいね。結構パラメータとか上げやすいからね。先生おはようございます。え、ね、私が必死にまがいものの完成度を上げているところに、満を持した顔で本物が派遣されてくる。嫌がらせなのかと思いたくなるな。何の話？一体何の話ですか、先生。これなんか嫌味じゃない？好きだな、そういうところって。でも一回嫌味でも好きだな、そういうところ。先生結構ね、笑ってくれるから、助かる。あ、ベニちゃんも割り込んできた。あ、わらわをのけものにするとは。なんかこのメンバーいいよね、ちょっと、かわいい。テラスさんもちょっと喋りたい。難しいこととか。あ、好きなこと、仲良くなりたかったらアタックあるのみさ。会話もなしに好きになってくれるわけがないだろう。それね、そうね。でもその会話が難しいんだよね。やっぱ好きだなかな、好きだな、そういうところ。誰にでも好き好き言ってたらやべえかもしんないけど。え、あとは猿かな。おはよう。疲れた顔してるな。いつもアメちゃんくれる、優しい。気力が少し回復した、助かる。今面白いこと言えねえわ。そうだね、ナナチ死んじまったな。ん？田舎には珍しい変わり者だったし、あいつの趣味は分からなかったけどよ、死ぬことはねえよな。私もそう思う。いやいやだったけど、誘えば付き合ってくれることもあったしよ。貴重な野球仲間殺しやがって。あれ、結構刺さるね。とどめ刺したのさ、ニニ君だしね。ん？ま、全部けがいのせいってことにしようや。ま、それは間違ってない。村井合戦だ。けがいの野郎、全部地の底に戻してやる。あれ？でもけがいのこと、そっか、知ってるんだ。あ、ニニへの思い、かっこ友情。ああ、友情ね。またなんかあるかもしれないから助かる。はい、ということで、無事に仲間を、ね、いちかちゃんとべにちゃんを誘うことができました。で、あとはね、ここにたくさんキャラクターが集まってたおかげで、まあ、いろんな人と喋ることができて、
まあ、人間関係もいい感じなので、まあ、この調子でまた四物平坂に行こうとは思うんですが、まあ、その前に回復かな、まずは腹ごしらえ。来た。ここで大衆食堂で回復します。あー時間、10時からか。まあ、ちょっと待っててもいいんだけど、そうか、こんな朝早くに来ることって今までなかったっけ。カフェとかもなかったっけ。カフェは何時からなんだろう。このさ、シャッターがちょっとだけ開いてる感じ、なんかすごいリアルだね。なんか全部開いてる、全部閉まってるじゃなくて、ちょっとだけっていうのが。このはちゃん、あ、ミニくん大丈夫？この町に住んでて大変なこととかない？めっちゃある。言葉は大丈夫みたいだけど、ほら日本って歴史が長いというか。あーでもこれ見たな、このセリフ。なんといっても私たちは親戚なんだから。喫茶店、あーここも午前10時からだ。10時にならないとダメなんだな。まあ10時あともうちょっとだから、ここで開店待ちするか。8、9、10、はい10時です。喫茶店に入る。少し休憩しようかな。喫茶店に入りましょう。初喫茶店。喫茶店で休んだ。体力と気力が回復した。あー喫茶店の中の様子は見れないんだ。ちょっと見たかったな。あ、なんか当たり前なんだけど、喫茶店に入るとちょっと時間は過ぎるんですね。10時に入って出てきたのが11時だから1時間経ってる。もしかして食堂もそうだったのかな。今までねあんまり気にしてなかった。じゃあこの調子で四物平坂に行きましょう。あ、おみくじ引いとくか。おみくじ、あ、大凶。うわー、願い決して叶わず、待ち人すべて裏目、かっこみっち。え、このさ、かっこみっちとか何なんだろう。前はさ、かっこベニーって書いてあったから、てっきりこのおみくじね、ベニちゃんが作ってるのかなって思ってたんだけど、違うんだ。でもここで言うところの待ち人はミッチだよね。ミッチが全て裏目ってことは、今日はちょっとミッチと会えないとか、こういう感じなのかな。よくわかんないんだよね、まだね。え、掃除するとかある。そういうことか、ここも訓練できる場所なんだ。掃除、いや、でも今は大丈夫かな。やめとこう。なんか全然訓練してなくない？そういえば全てカゴに頼ってる。 あれちょっと待って。あれ待って、四物平坂に行こうと思ったんだけど、あれゲート開いてないね。開いてないんだ。立ち入り禁止、行けない。あれ嘘。どうしよう、四物平坂に行く予定だった。行く気満々だった今日。じゃあどうしよう。どうしよう、ちょっと行けなくて今すごいうろたえている。どうしましょう。まあでもステータスを上げたり、あとはやっぱり他の人と仲良くなったりっていうところがメインなのかな。海岸行ってみるか。あんまり海岸って行ってないからね。走り込む。あ、ここも訓練できる場所なんだ。一旦やめて、手前の岩って調べられるのかな。なんか神聖な岩があるよね。何かないかと調べてみた。あ、やっぱりここもカゴか。まあまあまあ悪くはない。ここは何もないんですよね。こここそ何かありそうなのにね。あ、タカ子ちゃんとも話そう。何？聞いてよお兄ちゃん。タカ姫をこんなに怒らせる出来事があったんだよ。どうしたんだろう。好きだなとか。会話が成立してないんだよね。まあ仲良くしようでいいか。あ、今度はなんかみんな神社に集まってる。今日まだね、ホーリくんとマキナちゃんとは喋ってないから。あ、先生こんにちは。マキナちゃんは先生の娘さんなんですか？あれ、イベント始まった。中津町での暮らしにも慣れたようだな。あ、慣れた。人間の、とりわけ若者の適応力には驚かされるよ。15年暮らしても馴染めない僕とは。結構長いんですね先生、ここ、この町のせいだろうか。いや、馴染む必要性を見出していないからか。君はそのまま、君がしたいように生きてまえ。教師として最低限の力添えはしてあげよう。ありがとうございます。ただ、僕にできるのは
理数系の指導。でもそれでもありがたいけどね。それ以外はヘナン先生に尋ねてもらえ。はい。なんかこのちょいちょい挟まれるイベントは何なんだろう。本当にただの会話イベントなのかな。せっかく神社に行ったのにこっちまで戻ってきちゃった。やば、大集合してない。商店街にみんな大集合してる。うわー、ちょっと待って、ホーリくんと喋りたかったんだけどな。あ、でもこの急に集まってるのはちょっと見過ごせないよね。こんなに人集まることある？ちょっと商店街ぶらつくか。よーっす。あ、親しみやすく猿の真似してんだけど、そのせいでモテない気がしてきた。あ、それわざとだったんだ。いやでもそういうとこいいと思う。いいぜ。ね。いや、なんか親しみやすいっていうのは確かにある、本当にある。あ、ミッチだ。今日なんか占いでさ、すごい悪かったよね。そう。あ、スヒサくんの、スヒサナナチくんのこと覚えてる？覚えてます。悪くないわ。ご両親はお辛いでしょうね。大切な後継ぎをなくしてしまって。どうして？彼きっとあなたのことが好きだったのよ。地上の価値観にとらわれていない宇宙人であるあなたのことが。宇宙人。どうして？だからあなたは死んではダメ。大事な話よ。スヒサ君の代わりとは言えないけれど、私も力になろうとは思っているから。え、ありがとう。ナナチへの願い、かっこ友情を得た。ミッチのナナチへの友情がプラス60される。暑くて嫌なの。たまには雨でも降らないかしら。やべ、わずかに可能性がありそう。望みなし、ワンチャン。やば、どうしよう。なんでもないしか選択できなくない？わけがわからない。ごめん、あまり話しかけない方が良かったかな。今日の占いも良くなかったしね。あ、みんなぞろぞろと。あー、マキナッチ。うんうん。あー、私も宇宙で生産されてたらな。え、生まれる？そうそう、それ。え、これ絶対マキナちゃんなんかさ、ロボットかなんかでしょ。生産とか言ってるし、電気がうまいって言ってるし、絶対ロボットだと思う。いいだなって言っとこ。まあ、実際マキナちゃんすごい好き。任せて。この笑顔が本当に可愛い。やっぱ明るい子すごい好きだな。で、多分おばあちゃん。疲れたな。張り切りすぎちゃったかな。と好きだな、そういうところがありよりのあり。じゃあこれ。うん。うん、いいだろう。テラスさんだけね、なんかループさせることができるから、ちょっと特別な人物なんだなっていうのはなんとなく察しがつきますよね。はい、ちょっとセーブしてね、また日を改めて続きから遊んでるんですけど、あのね、ちょっと気づいたことがあって、あの、よもつ平坂行けなかったじゃないですか。あれってまだ誰がね、けがいに乗っ取られたのかがまだ分かってないからなんじゃないかと思ってて、だから、まあ、いろんな人と話をして、一体誰が次の犠牲者なのかっていうのをまずね、明らかにしてから、まあ、それが分かったらよもつ平坂に行けるんじゃないかなって思ってます。なので、今いちかちゃんとべにちゃんとね、ちょっと仲間になってしまったんですが、まあとりあえず2人を引き連れながらいろんなこと会話をして、その次のターゲットが誰かっていうのを明確にしていけたらいいかなと思ってます。でね、なんかね、これセーブして起動したらね、ギスギスした空気だって。やばいんだけど、ギスギスした空気初めて見たかも。ね、ちなみに今は、ここに10人集まってる。商店街に通学路に誰かいる。あ、通学路に先生がいて、それ以外はみんな商店街に集まってる。だからかな、仲の悪い人たちとかもいるもんね。とりあえずみんなに話しかけよう。次の犠牲者は一体誰なのか。ね、先生から話していくか。こちらを見たまえ。冷静さを欠いてはならないと思っているが、理念ではどうにもならない時もある。先生ね、結構好きって言っておくとね、こういう感じで、
まあ割と笑ってくれるから助かる。ホーリくんかな、誰だこのギスギスしてるの。あれかな、ホーリくんとコノハちゃんかな。イチカさんと仲がいいみたいだな。はい、いいことだ。彼女はいいと思うぜ。な、彼女とくっついたらどうだ。あ、そうか、ホーリくん的にはあのイチカちゃん推しなんだ。イチカちゃんとお父さんがくっついてくれることを願ってるんだ。でもね、ホーリくん、その話今隣でね、コノハちゃん聞いてるんだよ。気づいてる？え、あ、いや、嫌ではない。え、なんでそんなことを？なんとなくさ。なんとなくか。ホーリくんはイチカちゃん推しと。でもね、なんかこの隣にいるコノハちゃんめっちゃ気になるよね。だが実際のところ、イチカさんはいいと思うんだよな。運命を感じる。ああ、運命か。黙っていれば美人だし、まあちょっと、いや、かなり残念な人ではあるんだけど。そういう評価？いや美人だよ。でも喋ってても全然いいと思うけどね。それもまたいいんじゃないかな。うん、絶対いい。よし、頑張れ。これさ、ホーリくんはさ、コノハちゃんに言ってほしくないだけなんじゃないの。コノハちゃんが嫌だから、あのいちかちゃんとねちょっと仲良さそうだから、あ、そっちの方がいいよいいよっていう感じで押してるんじゃない。違うかな。あ、いちかへの願い、かっこ友情を得た。ホーリくんからいちかちゃんへ、うわ、応援されている。じゃあ、あとはコノハちゃんに話しかけるか。今日は勉強しなきゃ。あ、勉強しなきゃね。あ、待って、イベントがある。なんか食いに行こうよっていうのと、一緒に歩こう、一緒に鍛えようぜ。え、でもさ、これ部の悪い賭けって書いてあるね。部が悪いんだ。ちょっとこれはまた日を改めよう。多分ね、消えないでしょ。またもうちょっとね、ここの部の悪い賭けじゃなくて、可能性がある時にちょっと声をかけたい。ダメだ、ちょっと確率が怖いからここ行こう。また今度ご飯とか行こうね。さて、それ以外は、あ、あ、結構集まってる。猿は？聞いてくれ。あ、今日は気分がいいからな。どんな苦手なことも笑ってこなせる気がする。選択肢はやっぱりね、コノハちゃんの方が多いよね。まあ好きだな。まあ実際猿好きだな。ね、あ、あれ？音楽変わった。いたって普通。誰がいなくなった？あれ、別に誰もいなくなってないか。まあちょっとギスギスした雰囲気が、まあ和らいだってことかな。ミッチはちょっと今日あんまりよろしくないから、あ、マキナッチと声を、会話をしたい。最高ね。高温多湿にも耐えられる皮膚なんだよ。すごいでしょう。もうこれ機械であることを全く隠そうともしていない。好きだな、そういうところ。とっても素敵な肌だね。肌がとっても綺麗だね。でもなんかこの辺の人たちじゃないのかな。まだ毛がいは、あ、あ、テラスさんは？鍛えるか。軽く体を動かそうかと思ってさ、けなしてみる。絵の鍛えようって言ってるのに、あ、もう鍛える必要ないよとかそういう感じかな。一体何をしているんだ君は。ごめんなさい、怒られた？あ、そんなことないよ。でもやっぱりいい感じ。ちょっと待って、両思いだ。カップルになっちゃった。ホーリくんから見てテラスさんはどうなんだろう。あ、先生こんにちは。説教しますよ。あ、先生は今あなたの相手をしている気分ではないのです。ちょっと気分悪そう。どうしたんだ。まあまあそんなこと言わず。いいわ。先生の感情の上下が激しい。何？今話すとお兄ちゃんにひたすら愚痴りそう。それってうざくないかな。なんかあったかな。なんかない？慰める言葉何もない。好きだなって。いや、これはどういうことなの。たくさん愚痴ってくれていいよ。で、これでさ、多分ね、みんな一通り声かけたよね。でも毛害発生してない。あと学校にいるのは、まあ、猿か。でも猿もね、さっき声かけたよね。まだわかんないな、誰が毛害にやられてるのか。世界の終わりまであと5日だから、
5日だとまだ発生してなかったっけ、どうだっけ。とりあえず加護を集めつつちょっと様子を見ますか。あれ、いちかは思うことがあったのか離れていった。あれ、いちかちゃん離れちゃった。こういうこともあるんだ。え、ってことはもしかしていちかちゃんがさ、けがいにやられてるとかっていう可能性もあるのかな。あ、ベニは思うことがあったのか離れていった。単純にあれかな、連れてるけど何もやることがないから離れてっちゃうのかな。私は鹿児島から来たのですが、ここは相当に変わった場所のように思います。鹿児島からなんだ。例えば街の中に鉄の箱があって、人は突き手をして何かを奪っています。どういうこと。鉄の箱があって、人は突き手をして何かを奪っている。大丈夫なんでしょうか。この街、治安や規律が心配です。なんだろう、 なんかあるんだろうな。ごめん、私これ何のこと言ってるのか全然わかんない。あ、いちかは髪を折って宙に浮かべている。重力を無視した。あ、これは式神というものです。元は陰陽師が使っていた技術です。式神使えるんだ。今は我々も使っていて、主に情報収集に使っています。神を刺激する術の一つですね。私自身もそういう術の一つです。ミニ様は街の中でこの子たちを見ても潰したりしないでくださいね。式神使えるってすごいね。聞きました先生。あ、ちょっと今マックスさん、そうニヤって顔してた。何、なんてことだ、生徒にこんなところを見せるとは。どういう表情、ニヤニヤしてる。あ、なんか商店街で何か始まった。これ自販機、ブラックベリー。自販機を見ていたら、いちかの言葉が思い出された。これか、え、なになになに、海藻。え、これが何。え、いちかちゃんの言葉って何。一体いちかちゃんと自販機の話何したんだろう。おっと、ちょいちょいのちょいっと、はい、できた。まあこんなもんだろう。素敵だな。何、おや、まごまごくん、なんだい、目の前に未確認生物でも飛び出してきたのかい。そんな顔しているよ。うん、もし僕が裁縫していることについての印象がその表情なんだとしたら、それは失礼だな。僕としては今後君との付き合い方を考え直す必要があるね。うん、聞こうか。またそんな顔。冗談一つにそれだけの反応を示してくれるのは楽しいけれど、両親の痛みと天秤にかけるほどじゃなかったよ。いやでもなんかテラスさんすごい好きだな。喋り方とかもちょっとね、なんか大人びってるけど、でもなんかお茶目だったりとかで、テラスさんすごい好きだ。なるほど、自動販売機ですか。うんうん、人間が売るのではなぜダメなのでしょう。あ、これさっきのイベントとさ、このいちかちゃんのセリフ逆じゃない。こっちが先なんじゃないの、違うの。世の中は不可解なことばかりですね。先日は着くとご飯が炊けるものを見ました。あれも自動販売機の仲間なのでしょう。え、着くとご飯が炊けるもの、え、炊飯器のこと。あれ、ちょっと待って、いちかちゃんなんか変だね。なんか現代の機械に疎いというか、え、どこから来たんだろう。鹿児島から来たっていう話はしてたけど、なんか時代も違いそうだね、いちかちゃん。うん、ちょっとこれは怪しいですね。けがいがそれだけ害をなしているということでしょうか。いや違う違う、そんなのは関係、あ、でも関係あるのか。人がいないから自動でいろいろね、物を売れるような仕組みを整えてるっていうのもあるのかな。あ、もしくはちょっと待って、ななちくんの時ってさ、なんかみんながさ一人になってるところでイベントが発生したから、この先生とマキナちゃん見てこう、この二人の様子を見て、それで何も発生しなかったら帰ろう。マキナちゃん、え、エラーエラー、思考領域が特定情報で圧迫されています。なんかいきなり不穏。え、大丈夫かな。エラーって言ってるのにそれを好きだなっていうの、少しイラついたの方がなんかちょっと
可能性というか、なんかあるんじゃない？ダメ？ちょっと！あ、いい感じ。パラメーター上がった。けど、あ、でもマキナッチのなんかイベントとかは発生してないね。自販機見てるね。あ、先生いなくなっちゃった。今222だから、一人のところはないかな。じゃあさすがにもうイベントは発生しないか。いやー、素直にお家帰ってきちゃった。あ、お家の中もいろいろ歩き回れるんだ。ここがキッチンか。あ、こういう風に繋がってるんだ、お庭。あ、これ調べられるんじゃない？何かないかと調べてみた。やっぱりここでも過去もらえるんだ。でもここ本当にいいところに立ってるよね、お家ね。はい、ということで8月9日、ちょっと今日はね、あんまり収穫がなかったですね。うん、まあ今日は一旦寝て、また明日いろいろ調べていきましょう。あ、来たかな？これかな？今布団で休んだんですけど、ちょっと毛飼いの気配が感じますね。あ、その夜、一つの毛飼いが結界を越えて足原中津に侵入した。音もなく。ってことはこっからだ。こっから本番だ。はい、8月10日月曜日。ニニは仲間への友情が高まった。ニニは戦闘で僕に合わせてが使えるようになった。あ、で、ベニちゃんは仲間への愛情が高まった。ベニちゃんは戦闘でその調子で行くのだが使えるようになった。あ、マキナちゃんもだ。仲間への友情が高まった。マキナちゃんは戦闘でマキナッチやる気満々が使えるようになった。はい、そして8月10日。今日どこ行こうかな。家にはコノハちゃんがいて、学校がホーリくんで、通学路がサルカ。コノハちゃんはね、なんか重要人物っぽいから、そんなにすぐね、毛飼いに襲われることはないんじゃないかなっていうメタ読みをして、ね、サルのところにちょっと顔を出しに行ってみるか。あ、って思ったらベニちゃんがいる。おはよう。聞け！毛飼いといってもいろいろいる。しかし今回は組織だっているような。毛飼いをまとめるなんて誰かしら？え、毛飼いをまとめてる？やはり全ての母たるお方かしら。でもそれはそれで変なのよね。聞いてよ。それくらいなら、うかの御霊様が私を送るわけがない。なんだろう。今回の毛飼いの大進行の話かな。なんかみんなに会おうと思ってたら。っていうか、猿に会おうと思ってたらみんなが続々集まってきちゃった。でもこんなことだったら最初に神社に行っとけばよかったかな。到着時刻7時23分でしょう。一回神社行っとく。あ、間違えた。はい、ちょっと押しミスもしてたけど、一回神社に来ました。まあ、神社で、あ、テラスさんいるね。まあ、おみくじ引いて、願いはほどほどに、待ち人、わずかな望み。やっぱ、よもつ平坂は空いてないよね。毛飼いがまだ分かってないからだ。お参りする。今日は社会知恵が少しだけ上がりやすくなっている。なるほど。テラスさんもおはよう。あ、ちょっといいかい？いやー、蒸し暑いね。やばい、学校遅刻するかも。あのね、授業間に合わなかった。9時過ぎちゃった。あれ？でも、タカコちゃん歩いてる。そう。あ、嫌なことからは逃げちゃっていいんだよ。逃げた先にいいことがあるかもしれないしね。本当に嫌なことは逃げて全然いいと思う、私は。好きだな、そういうところ。うん。まあ楽に行こう、楽に。ね、ちょっと30分ほど遅刻しました。授業に入りましょう。今、授業中のようだ。教室に入る。へへー、遅刻だけど授業は受けよう。なんか、いちかちゃんがすごい、あ、いちかちゃんじゃない、このはちゃんがすごい顔してた。授業の邪魔しないで、みたいな顔だった。ごめんなさい。授業が終わった。なんかね、いちかちゃんとこのはちゃんね、よく名前間違えちゃうんだよね。なんかどっちもヒロイン枠に見えちゃうからかな。と遅刻するとちょっとパラメーター下がるんだね。上がる分が。誰に話す？あ、みっちと話すか。私は、何もかもなくなればいいと思う時はあるよね。あるね。正直なところあるね。好きだな、そういうところ。読みか
けの本の続きが気になるわ。勉強するほど誰かに守られている気がするの。先人の知恵を学んでいるんだから当然か。一緒に歩くか。なんか一人になってるところだったら、今だったらタカコちゃんかな。神社にいるね、一人ね。タカコちゃんとこ行くか。鍛えるぞ。あ、タカ姫ちょっと体を鍛えてみようかなって。すごいね。タカコちゃんじゃないな。難しいな。誰だろう。絶対この中の誰かなんだよね。なんかすごい横一列に並んでた。先生。最低限のトレーニング程度はな。ある程度の体力がないと学校行事をこなすのも一苦労なのだよ。そうでしょうね。体力使いそう、先生って。あ、イベント。なんか食いに行こうよ。ワンチャンか。ワンチャンだったらあるんじゃないの。ちょっとこれやってみよう。なんか食べに行きませんか。大山くん、ずいぶん痩せたようだが、食事はきちんととっているのかね。とってます。育ち盛りの無茶は将来に響く。規則正しくなくとも、少なくてもいい。何か口にした方がいいな。ちょうど僕も食事にしようと思っていたところだ。もしよければ一緒にどうだい。行きます。わー、先生とご飯だ。食堂いいだろう。あ、今回は僕が誘ったからね。おごらせてもらおう。先生のおごりですってたくさん食べよう。ありがとうございます。いいだろう。何、遠慮することはない。好きなものを頼みたまえ。いただきます。あー、でも心配はしてるよね。さっきね、細くないかいって言ってたから。でもこういうのは本当にもう元気よく食べるのが一番だから。いただきます。なかなかだ。あ、それでいい。食べれるうちは食べておくことだ。腹が満たされれば余計なことも考えずに済む。聞くといい。だが食い詰めれば思考の行き着く先は死や凶作。そんな頭では有益なものを生み出せない。君には僕のようになってほしくないのだよ。教師ではなく人生の先輩としての助言だ。悪くはない。あ、さあ食べたいものは決まったかな。注文するとしよう。マックス先生と静かに料理を食べた。もうちょっとなんか賑やかに食べようよお腹は満たされた、あ、どうやら満足したようだね。では帰るとしようか。ごちそうさまです。わあ、こういうイベントがあるんだ。いいですね。はい、ということで、まだね、ちょっと誰が毛がいに乗っ取られているのか、もしくは乗っ取られるのかっていうのが分かってないんですけど、まあ、時間的に一回ここで区切っておこうかなと思います。っていうかさ、みっちちゃん連れてたんだよね。で、3人でご飯食べたのかな。それとも、みっちちゃんはちょっと、あれかな、お店の外で待ってたりしたのかな。だとしたら申し訳ない。なんかそんな感じでちょっとマックス先生のイベントを見たりとかもしましたね。てかよく見るとみっちちゃん気分が怒り気分だから、これちょっと一人だけなんかのけものになってたりしたんじゃないの。なんか悪いことをしてしまったかもしれない。まあまあまあ、でもそんな感じでちょっとまた引き続き8月をね過ごしております。で、次回は多分さすがにね、誰が毛がいに襲われているのかっていうのがわかるんじゃないかなと思ってます。で、できるだけ早く四つ平坂に行きたいんだけど、大丈夫かな、残り4日もう残り日数もっとね、ちょっと余裕がある状態で四つ平坂に行きたいとは思ってます。はい、ちょっと焦ってます。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回、動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。